ウィッチは2015年制作のアメリカ合衆国、カナダのホラー映画。ロバート・エガースの長編初監督作品で出演はアニャ・テイラー・ジョイとラルフ・アイネソンなど。17世紀のニューイングランドを舞台に魔女への恐怖によって崩壊していく経験がキリスト教徒の家族を描いている。24の映画祭に招待されていずれも絶賛を浴び、第31回。 サンダンス映画祭で監督賞を受賞したのをはじめ、数々の賞を受賞するなど高い評価を受けた。1630年、ニューイングランド。敬験なキリスト教徒のウィリアムとキャサリンの夫婦と5人の子供たちは敬験なキリスト教に則っ,った生活を送るため、村外れにある森の近くの荒れ地に引っ越してきた。しかしある日、 五人の子供の一人赤い坊のサムが何者かに連れ去られ行方不明となってしまう。家族が悲しみに沈む中、ウィリアムは美しく成長した娘のトマシンが魔女ではないかとの疑いを抱く。それをきっかけに、やがて一家全員が疑心暗鬼になり、次第に狂気の淵に沈んでいく。カッコ内は日本語、吹き替えろってんトマトズによれば、 318件の評論のうち90%に当たる287件が高く評価しており、平均で10点満点中7.77点を得ている。メトクリティックによれば、46件の評論のうち、高評価は43件、賛否混在は3件、低評価はなく、平均で100点満点中83点を得ている。ありがとうございます。